ゼビウス。 PC エンジン版ゼビウスにはファードラウトモードというガンプとの戦いの全てを再現したモードがある。今回はこのモードのパワーアップを中心に紹介しよう。ここは第3部ゼビウスというシナリオの一場面。音楽が泣かせてくれるね。青の R マークのアイテムはシオナイトロール。機体の周りを回って防御してくれる。黄色の A マークのアイテムは空中の敵を全滅させるんだけど、敵がいないからちょっと分かりづらいかな。赤い W マークを取るとザッパーの弾の幅が広くなり、 R マークは連射間隔が速くなる。これはシオナイトアタック。バリアの他に前方へ飛ばして敵を倒すことができる。もちろんこの他にもパワーアップがある。ではボスを見ていただこう。こいつはガンプが要塞化したものだ。 PC エンジンでパワーアップしたゼビウスに君もチャレンジしてみてはどうかな。6月29日、ナムコより発売予定。